ゆきこさん、今回の動画とっても良かったじゃないですか。まあ、18分ぐらいの動画になりましたんでね、私もじっくり見ちゃったんですけども、そうですね、次の目標はライブ放送かなと思いますけども、ライブ放送ね、結構ねハマりますよ。やってみるとね、むちゃくちゃ楽しいです、ね、実は私毎朝ライブ放送を5時台から6時までやっているんですけども、その後にね、6畳のピアノマンの松潤さんが6時からライブ放送する流れになってて、なんかオールナイト日本みたいなね、オールモーニング日本みたいな感じになってますけどもね、視聴者さんが私のところからぐっとね移動してくれるんで、松潤さんも今ねノリに乗ってるとこじゃないかなと思います。すごく楽しいんじゃないかなと思いますね。で、ライブ放送って話しての、ま、テーマよりもコメント欄のテーマに話し手がどんどんね引っ張っていかれるみたいな感じで、自分でもね話題がどっちに向かうのかすごく分からなくて楽しいんですよ。で、この3ヶ月の私のライブ放送のお話をさせていただきますと、ビジネスの話は必ず冒頭でするようにしてるんですけども、中盤からですね年の瀬恋愛の話になるんですよまあですんでね、恋愛についてのいろんな方のご意見とかね、YouTuber さんでも私のライブ放送を来ていただいて、 YouTube でこういうことなんだよって教えてくださった方がいたりとかね、他でもう力のある方がその恋愛の私のネタのために来てくださったりとかしてね、結構面白い流れが起きてます。本当にね、何に出会えるのかわからないのがこのライブ放送の楽しいところなんですよ。いっこさんもね、ライブ放送恐れるよりも産むが易し、案ずるよりも産むが易しでしたっけ。やってみるとね、ああこれは面白いな、楽しいな、いろんなことを感じると思います。多分 YouTube 始める前もそうだったと思いますし、YouTube で顔出しする前もそうだったと思うんですけども、その都度その都度勇気はいりますけども、やってみたらもうねそれが常識になってくるんですよねきっと育子さん人気者になるんじゃないですか。可愛らしいアイドル育子さんのことですから、今回ね YouTube をいわゆる本業とする Google さんから給料もいただけたっていうことなんで、ライブ放送も利用してみてはいかがかなと思います。でね、ライブ放送する前には何月何日何時頃からライブ放送をこのテーマでしようと思いますみたいな告知動画を何回か出すといいかもしれませんよね。もちろん私も協力させてもらいますので、日程が決まりましたらお知らせください。私の方からもご案内させていただきますし、可能でしたら私も参加させていただきます。で、ここからね、私がね、だらだらと自分のこと喋るんですけども、もうちょっと聞いてください。今ね、大和くんとほとんど24時間一緒にいる暮らしが1年半ぐらい続いてるんですよね。いや、本当にね、世の中のお父さんはこれだけのことができなくって、寂しい思いしてるのかって思うぐらい一緒にいます。Facebook の投稿、YouTube の投稿もしてますけども、それには足りないぐらいむちゃくちゃやってるんですよ。で、家は大きいんで、プラレールもねもう全種類買ってあげれるんですよね。で、ほとんどの種類のプラレールを買って、ちょっとずつ今大和くんと組み立てながらやってるんですけども、当然大和くんまだ組み立てることはできませんけども、大和くんねすごい可愛いなって思うのが、プラレールのほら新幹線の電車があるじゃないですか、あれを繋いだり離したりしたいんですよね。でも自分ではできないから、うーんって言って持ってきて私のところにこうやってねこうやるんですよ。だから繋ぐかくっつけるか、あ、違う、同じか、離すかくっつけるかをやってほしいってことなんですけども、バラで持ってきた時は繋げてあげると喜んでまたね思い思いのところに帰ってこうやってガーッとやったりするんですけどね、そうじゃなくて離してって時はこう繋がったの持ってくるんですよね。だからこういうふうに言葉ではないんだけどもコミュニケーションがたくさんできるのは本当に嬉しいことだなと思います。で、最近はね、赤、青、黄色ってことも言い出したんですよね。で、ここで私何が言いたいかっていうと、私は介護士を、訪問介護の主にね、介護士を13年やってきたんですけども、基本的に言葉が通じる お子さんっていらっしゃらなかったんですよ。自閉症であったりね、で、全時間支援が必要な、本当にこう、体が動かないお子さんだったりね、それから発達障害、ADHD、アスペルガー、多動性、ほとんどの方と当たってきましたけども、コミュニケーションは言葉でするのはすごく難しかったんですよ。まあ、ですんで、いろんな決め事、ジェスチャーとか、体を動かしたりとか、歌を歌ったりっていうね、そういうものでコミュニケーションを取ってきたのが、今、生きてるかもしれないなと思ってるんですよ。まあ、というのがね、大和くんも、わーっとね、1歳ですから、わーっと感触を起こしたりとか、発作を起こすわけですよ、わーっとね。その時にどうやって機嫌を取るかなんですけども、やっぱりね、約束事をいくつか決めておくと、その約束事に返っていくんですよ。
例えばわーって言った時にね、ヤマトくん、ヤマトくん、1、2、3ってやったら、それで1、はんとか言ってあれね、ジェスチャーだけを真似してくれたら、あ、まだ意思が疎通できてるなと。で、だんだん落ち着いていくんですよ。うん、でも多分私以外の周りの方お願いするときにそれがないんで、あ、どうしたのかな、どうしたのかなってなっちゃうんですよね。だからこれは療育をやってきて一つ良かったなって思うことと、うん、結局何が言いたいかっていうとね、あの保育、育児、療育、こういったものを事前に学習することによって、どの時期に何が起きるかってことがある程度予測できていくんですよ。で、予測通りにそれが起きた時にはどう対処すればいいかってことも、もちろんこれもね、たくさん学習しておけば対処の方法がいくつもあるんで、落ち着いて一つずつ試していけばいいってことになるんですよね。まあ、だから私は本当にね、すごく落ち着いて何もかもできますし、で、手を尽くしても何もできない時もたまにあります。そういう時はもうね、あ、もうこれはね、どうしようもできない時なんだ、時間が解決を待つしかないなと思ってねその時はカラッと諦めるんですけども、まあそんなことほとんどないですね。本当に月に一遍あるかないかぐらいの頻度で、ほとんどの場合は今まで多くの方が子育てに苦労されてね、その解決策をいろいろと編み出してくれたものを学習によって使わせてもらってます。だから私はね、体験の前に学習をしっかりしたんで、非常に有利な体験をさせてもらってるかなと思いますね。子育てっていうのは何が起こるか分かりません。それは油断するべきではないと思いますけども、でも最大限の準備はできると思うんですよ。私はほとんどのお父さんができないことを多分ほとんどできちゃってるんで、本当にね、この貴重な運命、時間をこれからも大切にしようかと思いますね。で、 YouTube や Facebook で発信していると、これ育子さんもお感じだと思いますけども、さまざまな方の助言がいただけるんですよね。まあ、ですんで、なんか感動ですね。みんなに育ててもらってるような、そんな気がします。ですんで YouTube にもどんどん出していきますけども、育子さんもね、こうちゃん専用のアカウントみたいなのをサブアカウントで作っても、これはね、何よりものこうちゃんの記録になるんじゃないかなと思います。財産になると思います。まあその辺も勇気いるかもしれませんしね、まあ他のいろんな方にも相談しないといけないかもしれませんけども、ご検討いただければと思いますね。 YouTube って本当にいいですね。私が育子さんとこうしてられるのも YouTube のおかげだと思います。それでは健康で元気に笑顔で過ごしていきましょう。いつも笑顔ニコニコのアイドル育子さん、本当にありがとうございます。